皆さんこんにちは。私は北番のスーザンです。これは私の小さな北バンクーバーの生活を皆さんに紹介する場所です。今回は娘への部屋の手作りのものをいくつかお見せします。今まで私たちは家を修理しています。前のビデオのこれらの写真を覚えていますか？ この家の修理を詳しく知りたい方は私の YouTube チャンネルでこのビデオをぜひご覧ください家の前はとてもほこりっぽくて汚れています今のところ私は家の隅の方に隠れていますこの部屋はとても快適で居心地が良いです これは私の一時的な作業室です周りを見回すと手作りのものがたくさんあります 私はあなたがそれらに興味があるかもしれないと思います。この部屋は私の机ピアノ衣類や収納ボックスでにぎわっています。まり今度ここに助けに来てください。気にしないで。じゃあ周りを見てみましょう。 高校時代娘は絵を描くのが大好きでした数年にわたって彼女はこの壁画を描きました最初に彼女はこのかわいい小さな小人を描きましたここに彼女は宇宙で漂うクラゲを描いたとても平和に見えると思います娘は、 大学学でデザインを学びました。上の方を見上げてください彼女はこのモデル音質を設計及び構築しました私はお庭に本物のこの音質が欲しいねピアノの上に母が作ってくれた人形がありますご覧の通り この人形は私と全く同じように見えます。サンダルも私のものと同じです。私の母は私の四十歳の誕生日にこれを作ってくれました。でも私はタトゥーがありません。もしあなたが人形が好きならこれを見てください。 私の姉と私の長女そして私は自分たちでデザインをしてこれらの袋を縫いました可愛くて醜いと思います最後にここに私の絵のいくつかがあります日常生活の中で下絵を描くのが好きです多分私は、 あなたに別のビデオでもっと私の絵をご紹介します。この部屋を見回すと手作りのものが大好きだと気づきます。これらの手作りのものは私に私の家族を思い起こさせます。これらに囲まれていると私はとても幸せな気分になります。このビデオを見てくれてありがとうございます。 もし質問があったらコメントしてください。じゃあまた次回お会いしましょう。